シェアハウスで生活しております。こういう動画初めて見た。目隠しでかくれんぼしてみた。イエイイエイ。キャンちゃんです。カモちゃんです。ケイです。カモちゃんです。カモちゃんです。ミちゃんです。スリです。イエイ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 。せーらふくのてつりてつり逃がさないで。なんとね、シェアハウスをみんなで生活してるんですけど、今回このシェアハウスで目隠しかくれんぼします。ありがとう。みんなは普通に隠れてもらって、はい、エイジにカメラ持ってもらって、うん、これ目隠しするんで、そこに隠れたらもう逃げちゃダメ。動いちゃダメ。でも楽勝でしょ。1回2回とあるんですけど、1回2回までが範囲内です、はい、そして制限時間は20分。エイジ君から時折ヒントもらいます。エイジ君、じゃあヒントくださいって、一番近い人はどっちの方が見ますかって言ったら、エイジ君がその方向まで回してくれます。それだけ5回やります。バラされたくなったらもらえませんそういう気持ちで動画やってんすか。見つかったら皆さんにランダムで罰ゲームを1個引いてもらいます。その罰ゲームの内容をゆったりやったりします。聞いてないよ。僕は目隠しなんて見えないんですけど、はい、僕にあまりひどいことはしないでください。何もしないからやばー、その言葉してんのねえだろ。じゃあ準備していきましょう。はい、それじゃあ僕は向こうで隠れてるんで、はい、静かに隠れてください。バイビーバイビー。いや結構もうね、3日間も生活してるからさ、いろいろこう知ってはいるんですけど、これはすごい。ジュニーちゃんすごい。この間にハンバーガーかい。ここでいいやん。ここでいいと思う。これゆいちゃんしか入れないじゃん、そこ。まあでも俺、自分たちの部屋にちょっといいとこ1個見つけちゃったんだよね。この隙間とか、この辺とかいけそうじゃない。ここにしよう。出てんじゃん。首もげちゃいそうだから。ひろくんは、はい、そこですね。はい、このソファーの後ろに多少の変化に気づけないはずなんで。なるほど。ここで、はい、無理かもしれないかもしれないけど、頑張ってここに隠れたいかもしれないけど、でもちょっと厳しいかもしれない。顔だけ出そう。こうやって。おお、どうです。あ、分かんない。いいよいいよ。では、お待たせしました。はい、じゃあ目隠ししていきたいと思います。じゃあもういいですか。はい、制限時間は20分ですよね。はい、わかりました。かすかな音頼りに行かなきゃいけないんで。確かに。よー、スタート。行ってよ。もう俺もね、シャルピンクやらなかった。でね、ちょっとね、いるんですよ。これ入ったすぐ手前にね、ああ隠れてね、ああやり過ごそうとする人がここにいるでしょ。なんで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 。開始20秒だよ。悔しすぎる。どうじゃあ、あの紙渡しますね。じゃあ僕が選んだ、はい、こちらをやっていただきましょう。ででん、はい、何ですか。デスボでおはようございます。デスボでおはようございます。出るかな。おはようございます。デスボ知ってる。場所をね、覚えてちゃんと行かないけど、こっちのね、畳の電気だろう。いや、怖っ。いるでしょ、絶対に。動けないから、相手は。あ、なにこれ。目隠して進むのが怖い。あ、クッションゾーン来た。誰かいるはず、ここに。絶対誰かいる。あ、見つけた。はい、昆布ちゃん発見。早すぎるね、玉昆布。やめた。はい、一番好きなアニメキャラ。おお、何ですか。何でしょうね。塔の上のラプンツェルのラプンツェル。おお、どうしよう、ここの回。じゃあもう、あ、いた。うぃ、いるの分かってんだよ、この部屋に。まだよ。ちなみに開始3分でもう2人捕まってます。いや怖い、ついに。この裏でやり過ごそうとしてる人は許さないから、こう行く。怖いよ。え、いる。誰か、やっぱりいるよね。ほらね、ここガード固まってない。なんかいるよ、絶対に。
はい、もう逃げられない方向性から攻めます。あ、ほら、違う。罠、罠。上かな。怖いよー。痛い。2階よりも前に、これ、この辺キッチン動画って、この下に入るとかあるかな。怖いよー。あ、何、なに、なんか触れた。それカーテンですね。それコップです。覚悟してもらおうか。あ、ここゴミ箱ゾーンだよね。そうです。あ、発見。誰、タッチ。私です。ゆいちゃん。あ、やっちゃった。はい、ゆいちゃん、ミッキー。首もげるかと思った。はい、じゃあゆいちゃん罰ゲーム。エイジに告白だって。なんでやねん。エイジに告白。うん、なんでエイジに告白だって。じゃあエイジさんに告白してください。エイジさん好きです。やっちゃった。これ大変だぞ。これ大変だぞ。大学に怒られる。モグロバー逃がさないよ。あれ狭いな。思ったら狭いな。あ、いないな、誰も。向かい行きます。はい。怖いよ、もうやりたくない。これ俺が一番の罰ゲームだと思い込んでる。あ、これか、階段。オッケー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 。50段ぐらいあるから階段。あ、いた。階段は終わりです、今ので。あ、はい、終わりね。オッケーオッケーオッケー。で、こっちにね、確かにエッちゃんの部屋があったんで、はい、エッちゃんの部屋から先に行きます。はい、はい、来ました。エッちゃんがいた。痛い。え、どうなってるこれ。これが何、これがベッドだよ。そうです。むずい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 。マジむずいマジむずい。ここ人じゃないもんね。これ人じゃないです、布団です。ちなみにもう10分切ってますから。やばい、やばいよ、やばい。見えないことのストレスが。え、こんな狭かった。いや、もうちょっと前さ、うん、え、もうそれあれよ、壁よ、そっち。はいはいはい、行っちゃいますよ私は。やばいな、もう10分切ってんのか。柱なんてこんなことあったっけ。いた。え、わかんないわかんない。2階ってどういう作りだったっけ。え、あ、わかった。テーブルがこの辺になる。テーブルないっすよ、階段っす、そこは。え、めっちゃ響くよ。超むずいって、この動画。マジ迷子なんだけど。エイさん、ヒールタイムください。はい、一番近い人の方向を、はい、ここの肩を使って回してください。わかりました、では行きますよ。はい、はい、何、覚悟してもらおうか。いるんだろう。いた。え、開けるか。こうもあり得るんだよな、多分。こうだよな、多分。これもあり得る。あー、くそー、悪魔け。ちくしょう、今免れたと思ったのに。見せたことない変化をしてください。うわ、どうぞ。やりました。それ、変顔なの。結構きついっす。こっち部屋あったよね。ここが階段だよね、確か。あ、部屋入った。ここ誰かしらいるっしょ。ここ確か一番広かったっけ。頼りすぎやけどな。え、ちょっと何してるんですか。見て、挟まった。え、ちょっと何してるんですか。助けて。ありがとう。びっくりした。いや、まず下とかいるじゃん、絶対。これ以上どこに部屋あったかわかんねえ。さあ、よくこの間取りを思い出してください。こっちまで部屋あったはずなんだよ。上結構部屋あるはずなんだよな。こっち部屋なかったっけ。これ新しい部屋。うん。え、何ここ、むずい、この部屋。え、誰、え、誰、触った、誰。はい、また喜びに行け。はい、じゃあ2枚右と左で選んでください。 こっち。はい、どうぞ。過去一恥ずかしい話をしてください。はい、何ですか。大学生の時なんですけど、酔っ払って、はい、トイレで入っていたら、そのままウォシュレットで洗顔をしてしまいました。え、やば、マジきついんだけど。それそんな引かないで。えっちゃんの位置、ヒント、角度お願いします。もうここで必殺使っちゃう。はい、マジ。部屋です。覚悟してもらおう。最後もうエッちゃんだけなんだよ。
残り2分でございます。思い出した、この部屋いっ、おっこっちあるんだな。ん？ん？ん？あー！タッチー！いけたー！やったー！やったー！いやでもえっちゃん最後だよ。最後？よくここ行ったね。じゃあえっちゃんの罰ゲーム最後。あんのかーい！じゃあ最後の罰ゲームを引いてください。選びようもないっていうね。そう、選べないです、最後まで。こちら、じゃじゃん！月収教えてください。おー！月収です。え？です。私の給料でしょ？給料。いや、えっちゃん、そうきたか。はい、はい、という感じで、目隠しかくれんぼ使っちゃったよ。一番最初に使ったのは、それこそジェニーちゃんでした。どこいた？えっちゃんが優勝ですね。はい、いや、そうだ。罰ゲームどうでした？みんなの罰ゲームが何だったのか知らない。とっても罰でしたけど、ゆいちゃんがちょっと、ゆいちゃんがちょっと問題だった。エイジンに告白ってあ、エイジン、あ、という感じで、みんなと動画、はい、楽しく撮りました。はい、はい、みんなの動画も概要欄に載ってるので、ぜひチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。はい、まだまだ幸せ生活続くんで、お楽しみに。この度、曲間の公式 LINE アカウントが誕生しました。概要欄に URL あります。結構頻繁に僕がみんなに LINE を送信しようと思うんで、ぜひ皆さん登録してください。メンバーの Twitter だったりとか、他の SNS 関係全部概要欄に URL 貼ってあります。ぜひ Twitter とかも遊びに来てくれたら嬉しいです。